田村松の木保育園と言います。小作の駅前で、楠木公園の、近くにあります。演目標の方が、丈夫な体、豊かな心という目標でやらせていただいているんですが、周辺の羽村周辺の、自然を存分に使って、日々のお散歩だったり、行事でいうと河原に行っての川遊びだったり、そういう自然豊かな中で丈夫な体、豊かな心っていうのを、育めるように日々やっています。園庭の中でもアスレチックがあったりだとか、体を動かして遊べるスペース等もあるので、ホールとかもあるんですけど、その中で、体を使ったこう遊びが、存分にできるような、作りにはなってます。体をたくさん動かしてたいっていうお子さんの方が多いので、先生たちも本当負けずに日々もう園庭で泥んこになったりしながら、もう顔真っ黒にしながら一緒になってこう遊んでくれる職員が多いので、自然と子どもたちも真っ黒になっちゃって、帰り際にはちょっとお母さんとか保護者の方に、すいませんちょっと今日もお洋服泥だらけなんですけどっていうことがもう1週間のうちに数多くあるぐらい、こう本当アクティブな先生たちや子どもたちが多いです。本当羽村市内たくさん保育園があって、それぞれこういろんな特徴がある保育園、いい保育園さんたくさんあるんですけれども、実際にこう足をできたら運んでいただいて、子どもたちの様子だったり、園の様子だったりっていうのをこう見ていただいて、その中で決めていただければいいかなというふうに思ってます。